二三サイド企画ストロンを始めてきまして、えっ、ー、と、四回目の授業になります。えっ、ー、と、最大流問題の話をしてるんですけども、前回ちょっとその、線形計画法を使うためにその復習をするって話をしまして、今日また最大流問題に戻ってくるという形になります。で、前回その復習した線形計画法とか線形計画問題の考え方を使って、この最大流問題について考えていくということをするというのが、今日の主題になります。 で、まあ、今日はあの、ハロウィンなんですけども、あの、実は仮装してきてるんですが、あの、仮装してるのは、あの、教室にしている方しか見えないという形になっております。えっ、ー、と、ズームの方すいませんという形になっておりまして、まあ、それは置いといてですね、えっ、ー、と、始めていくということになると。で、えっ、ー、と、はじ、えっ、ー、と、動かなかったですね。えっ、ー、と、ちょっとすいません。それで、えっ、ー、と、どんな形かというと、あ、こうですね。えっ、ー、と、今日の、えっ、ー、と、話なんですけども、まあ、あの、まず目標と、とすいません。 目標としては、こうですね。えっと、何を全体的にやってるかっていうと、まあ、最大流問題とか最小非用流問題というものを扱ってるんですけども、その、そこでその線形計画法の、まあ、考え方を使って、この最適性条件とかアルゴリズムっていうのを、まあ、導出していきましょうって話をするという流れになってます。で、前々回ですね、あの、この最適性条件とかアルゴリズムっていうのを実は導いてまして、あ、まず最大流問題についてこの授業では前半にやってるんですけども、その最適性条件がアルゴリズムっていうのを、増加度、 法とかですね、その増加度っていう考え方を使って導いていたんですけども、えっ、ー、と、それは実はまだちょっと、あの、えっ、ー、と、不十分な部分があるという話をしてました。で、今日はですね、この線形計画法を使ってもう少しですね、えっ、ー、と、いろんなことをやっていこうということです。まずですね、この最大流問題はですね、実は線形計画問題なんですね。で、それをですね、ちゃんとまず、あの、やると。だから線形計画法を使って、この最大流問題っていうのを書きます。 これがまず、はじめの話です。で、もう一つは、前回ですね、その選挙計画法に対する相対定理とか相互性定理っていうのをご紹介したんですけども、まあ、それを使って問題の性質、つまりこの最大流問題の性質を調べるっていうことをします。と書いたんですが、実は相互性定理はちょっと今回、はじめ、当初はですね、これ相互性定理の話もしようと思ったんですけども、ちょっと時間が足りなそうなので、相互性定理の話は実はしないです。だから相対定理だけでな、なんですけども、まあ、この相対定理を使って、この、 最低流問題の性質を調べるという話をします。で、まあ、総合性での話は、3回後ぐらいで、ちょっと、まあ、することになるんですが、ちょっと今日はしないという形になります。 だからまたその時にこの線形計画法の視点が出てくるという形になります。ということで、まずは、えっと、この最大流問題を線形計画問題としてこう書くことをするんだけども、えっと、最大流問題のことも、あの、すっかり忘れてしまってるかもしれないので、ちょっとそこの復習からしましょうということになります。で、えっと、 順番が違いますね。えっと、まず、線形計画法の復習、前回の復習をしました。前回はどんなことを言ったかっていうと、まあ、あの、ここに書かれているような、左に書かれているようなものですね。これが、あの、線形計画問題ですというふうに言っていて、実はそれとなんか追になる問題というのがありますという話もしてました。で、まあ、元の問題の方を主問題と呼ぶときには、その追になる方の問題のことを相追問題と呼びますと言ってました。で、どういうふうにこれ読むのかというと、まあ、主問題の方ですよね。どうやって読むのかっていうと、 ここに書いてある、ここの関数、これ、えっと、X1 と X2 はこれ変数なんですけども、えっと、これに対して C1.1、X1、C2.1、X2 というものを最大化しましょうと。で、普通に書かれているものが、これが制約と呼ばれるもので、まあ、不等式制約というものと、等式制約というものと、非不制約というものがあるという形で書いていたと。で、えっと、この、だから C1 とか C2 とかっていうのとかは、これベクトルで、A11 とかですね、ここら辺のものは、これ行列なんですけども、まあ、ここら辺は、 えっと、まあ、次元がちゃんとあってですね、ここら辺の行列の席とか、ベクトルの席がちゃんと定義されるように、えっと、定まってると。思ってくださいと。まあ、具体値。で、C と X の次元は N2。で、えっと、B1 の次元が M1。B2 の次元が M2 と。なんか、こんな形になっているというふうに思うわけです。で、えっと、それでこう書けるというのが諸問題の方と という形でした。で、相対問題というのは、それと、まあ、対になる問題なんですけども、えっと、まあ、気分で言うと、主問題のこの制約にある、この B1B2 って、この右辺にある、えっと、ベクトルが、この相対問題の目的関数に現れるという形になっています。 で、主問題の目的関数に現れているこの C1 ツか C2 っていうその係数ベクトルが相対問題ではこの制約の右辺に出てきているという形になっています。で、えっと変数はこれ変わっていまして、もともと X1、X2 っていうその N1 次元、N2 次元あった変数があったんですけども、この相対問題の方ではこれ Y1 y 2っていうのは B1 と B2 っていうベクトルと内式取ってますから、それぞれ次元は M1 と M2 になっていると。 いう形になるわけです。で、その形で、まあ、変数の数も違う問題になっていると、一般的にはですね。そんな形になっているというのが相通問題です。はい。で、えっと、これに対して、なんか相通定理というのがありまして、これ何だったかっていうと、まあ、二つあってですね、まあ、弱相通定理と呼ばれるものと、主相つ、あ、競争通定理と呼ばれるものがあって、えっと、弱相通定理何だったかっていうと、主問題の境界に持ってきます。境界というのは何だったかっていうと、この制約を満たすような X1、X2 の組みのことです。 で、えっと、相対問題の方でも持ってきましょうと。この制約を満たす Y1Y に持ってきましょう。これ人気何でもいいですと。で、それを持ってきたら、ここに書かれている関数の値を比べると、ここに書いているこの代償関係必ず成り立ちますよと。つまり、主問題の目的関数の値と、相対問題の目的関数の値を比べると、必ず相対問題の目的関数値の方が、主問題の目的関数値以上ですよという、 ことを言ってると。これどういうことを言ってるかというと、まあ、主問題の方はなんか最大化しましょうっていう問題になってるんですけども、その最大化したい関数の値っていうのは上から必ずその相通問題の企業会の目的関数値で抑えられますよと。それよりも大きくなれませんよってことを言ってる。と。 一方で、相対問題の視点の方で見ると、相対問題の目的関数 B 1. 1 y 1、B1.1y1 プラス B2.1y というのがあるんですけども、それを最小化したいっていうのは相対問題なんですけども、この目的関数値っていうのは、いくらでも小さくなれるわけじゃなくて、この相対問題の、えっと、元の問題、主問題の目的関数値で、下から抑えられますよとか、それよりも小さくなれないってことを言ってるのは、この弱相対定理だったというわけです。 でそういう不等式が必ず成り立つんですけども、それが弱相対定理なんですけども、強相対定理が何を言ってるかっていうと、実は、この不等式にある統合を満たすような、えっと、主問題の境界と目的、相対問題の境界必ずありますよ、ということを言ってると。まあもちろん、仮定としては、それらに、まず境界があることは前提なんですけども、境界があれば、この不等号を統合で満たすような、 えっと、協会が必ずありますよ、ということが言えるっていうのは競争追定理でした。で、前回ちょっと言ったのは何なのかっていうと、この、えっと、統合を満たすような、この主問題の協会や相対問題の協会というのは、実は、この元の問題、主問題とか相対問題の最適機会になっているんですよ、という話もしたと。だから別に言ると、この競争追定理から何が言えるかっていうと、主問題と相対問題に協会があると、言えた、言えたその瞬間に、この主問題や相対問題に最適機会が存在することもわかると。 いうことが言えるということになるわけです。ということで、まあ、すごく嬉しい定理になるということになります。で、これ使っていくということになる。はい。で、まずですね、今日の話としては、えっと、最大流問題をまず典型計画問題として書きましょうって話をします。で、それはですね、まあ、最大流問題の定義を見ると、もうすぐわかるんですけども、そもそも最大流問題を忘れてるので、まずその復習からしましょうということになります。 で、えっと、なんだったかっていうと、まずなんか、竜っていうもの、流れっていうものを考えていたということを思い出すと。で、どういう設定だったかっていうと、有効グラフがあって、これ G と書いてますけども、その頂点集合が V で、個の集合が A であるというふうに書いたと。で、まあ、その二頂点 S と T がちょっと別に定められてますよと。で、えっと、各個には、なんかその U、各個 A には UA というその容量が与えられているというふうに考えているわけです。だから、ちょっと書くと。 ua と書いたら、これは、こ、a の容量だと。いうふうに思うというわけです。はい。で、それで、えー、っと、この流と言ったらのは何だったかっていうと、まあ、気分としては、この s から t になんか流れていると、流しているということを表しているということでした。で、その流れているっていうのを、この関数 f というもので表していると。で、この f っていうのは、各個にどれだけ流れているのかってことを表すような関数であると。 というふうに見なしているわけです。で、この F っていうのは、二つの制約を満たしている必要があって、それを満たしているときに ST 流と言います。で、何だったかっていうと、一つは容量制約と言っているもので、この A の上に流れている、流れている量 FA っていうのは、その容量である UA 以下であって、なおかつ0以上であると。だから、まあ、0以上、まあ、えっと、マイナス流れることはないと。だけども、えっと、流れていっても UA っていう容量を超えることもないと。 が収まってなくちゃいけない。いろいろ収まってないといけないというのが、この初めの制約です。いろいろ制約です。で、二つ目は何かっていうと、これは流量保存制約って言ってるもので、まあ、皆さんがその電流とかですね、電気回路のようなイメージを持ってるんだったら、これはあの、キルギホフの法則と呼ばれてるものと同じだったというふうに言ってるわけです。つまりその、どの端子のところにおいても、入ってくる流量と出ていく流量が一致してると。 ということですね。で、それをこのように書いているということになります。で、もう少しちゃんと言うと何かっていうと、ま、任意の頂点見ますと。頂点見ますと。で、まあ、この頂点は S と T ってその特別視しているもの以外の頂点を考えます。で、でその頂点において、ここに書かれている左辺と右辺の量が等しいですよというのが、えっ、ー、と、流量保存制約でしたと。で、左辺は何か,何かっていうと、これは、えっ、ー、と、この V っていう頂点に入ってきている小流量です。で、これどういうふうに記号を読むんだったかっていうと、この FA っていうのが、 この A という個の上に流れている流量なんですけども、この A の和を取ってます。あ、FA の和を取ってます。で、どこで和を取ってるかっていうと、この A という子は、えっと、デルタマイナス V という集合の要素であるような子だけを考えてますよというふうに言ってました。で、デルタマイナス V 何だったかっていうと、まあ、この図のような感じで、V という頂点があったら、それに入ってきている個の集合のことを、デルタマイナス V と。 言うんだっていうふうに、まあそういうちょっと記号のあの約束ですと思ってもらって、それがデルタマイナス V。だから FA の和なんだけども、その和は、この左辺においては入ってくるものを全部足しているということになります。で右辺は一方何かっていうと、この同じような和なんだけども、このデルタプラス V で和を取ってますという形になっている。で、デルタプラス V は何だったかというと、この V という頂点があったら、そこから出ていっているう全体の集合を表すということでした。 ということで、この右辺の方は V から出ていっている総流量を表しているということでした。V という頂点において入ってきている総流量と出ていっている総流量が等しい。釣り合っているというのがこの流量保存制約だったというわけです。いいですか。で、これを満たすものを ST と言いました。で、一番値と呼ばれるものが大きいものを見つけるっていうのが最大流問題だったんですけども、値って何だったかっていうと、それはここに書かれているような定義で、えっ、ー、と、 表されるものです。で、まあ、それは F に対してバル F と、まあ、書いてたりするんですけど、これ何だったかっていうと、えっと、S という頂点から出ていっている総流量から入っている総流量を引いたものだったということです。まあ、これは思い出すということですね。で、まあ、これがその F という ST 流の値なんですけども、この値を一番大きくするような ST 流を見つけましょうっていう問題が最大流問題でした。で、えっと、もう少しちゃんと書くと、 あまず、最大流の定理ですね。最大 ST 流は何なのかっていうと、今言った通り、値が一番大きな、えっと、ST 流のことなんですけども、それは、まあ、ちゃんと定義するとどうなるかっていうと、えっと、任意の ST 流、F' に対して、そのバリューを比べると、F' のバリューよりも、値よりも、この F の値が大きいというか、まあ、イコール付きなんで、どう言えばいいですかね。F の値が、F' の値以上になるような、 F のことを最大 ST 流と言ってましたと。まあ、それがその任意の F' という ST 流に対して成り立っているということですね。で、これ、まあ、初回にも言ったんですけども、こういう,そういう最大 ST 流が存在することは当然ではないですね。だからこれ、あの、こういうものが存在するってことを、これ見つけたいんですけども、これは存在することは当然ではないので、これ証明する必要があって、これを今回やります。っていう流れになっているということになります。はい。 で、もう一度言うと、最大、S、流問題って何だったかっていうと、今言ったような入力、その有効グラフ G と S と T っていう頂点、そしてこう、容量関数が与えられたときに、その、それによって定まるネットワークに対して最大 ST 流っていうのを出力してください,っていう。そういう問題になります。はい。で、これを解きたいっていう話を実はしていまして、で、これを今日はこの線形計画問題の視点から考えましょうということになるわけです。で、先ほど線形計画法、線形計画問題の あの、復習はしたので、それをいきなり使ってきます。で、いきなり使っていきなり式が出てきます。で、こう書けますというのが出てきます。で、書けましたというのがいきなり出てくると。いきなり出すなっていうふうに言われるかもしれませんけども、まあ、あの、これ例です。まあ、こんなような形で実は書けますというのが、えっと、例です。で、一応これはですね、この左下に書いてある、このネットワークに対して最大流問題を、えっと、線形計画問題として書いた例になってます。で、実際何が起きているのかってことを説明します。 えっとですね。まずこれマキシマイです。だからこれ最大化したいと。で、最大化したいのは、えっと、最大、えっと、最大流問題においては、st、L、の値でした。ので、それを表すような式がここに書かれてます。で、このなんか f なんとかって書いてるんですけど、これは、えっと、気分は、この s v 1ってこの、数れ字があるんですけども、これは、えっと、本来は、f かっこ s コンマ v 1で、こう書きたい。これ v 1です。v 1と書きたい。 ものだったんですね。で、この、添え字のところは何を言ってるかっていうと、これは、えっと、S から V1 に向かっているこの個を表していると。だから、この添え字としては、このなんか個が付いていて、F の下に書かれているというものをこう書いていると思ってください。だから、この FSV1 っていうのは、このなんか SV1 ってこの個に対してなんか F っていうのが変数があると思ってほしいんですけども、つまりこれはですね、FSV1 っていうのは、これ気分としては SV1 ってこの上を流れている流量です。 それを表すような変数を fsv1 と書いていると思ってください。で、同じように fsv3 っていうのは s から v3 に向かっているこの上を流れている量を表すと思ってもらうと。で、fsv4 っていうのは s から v4 に向かっているこの上を流れている量を表すという感じです。で、その時にですね、今この、えっ、ー、と、目的関数。ああ、しまった。これ消したいんですけども。目的関数は、えっ、ー、と、何を表しているのかっていうと、これは、えっ、ー、と、取りもを押さず、この f という、えっ、ーえー、と、 書いちゃった,書きたくなかった。ちょっとうまく、うまく選べない。えー、っと、これを選んで、これですね。この、えっと、F というのが今、あの、ST 流を表すように、なんかしたいんですけども、その、FT、ST 流の値、先ほど定義したものを表すものが、このマキシマイズの後の目的関数として書かれているという形になります。で、実際この例だと、S から V1 に流れている量、S から V3 に流れている量、S から V4 に流れている量の和が、F という ST 流の 値なので、ちゃんとそれがこの目的関数に書かれているという形になっているわけです。ですかで、あとは、この制約の部分に、この F という変数を今なんか作ってるんですけども、それがちゃんとその ST 流を表しているんですよってことをこの書いてあげているのがこの制約です。で、先ほどの定義から ST 流っていうのは、えっと、容量制約と重量保存制約を満たすものっていうふうに言ってるので、ただ単にこの制約には、その、えっと、容量制約と重量保存制約をただ式として書いているだけです。 で、実際どうなってるかっていうと、この初めの産業、この部分が養老制約になってます。でたちょっと見にくいかもしれませんけども、例えば、この一番右上に書いてある、この、この部分ですね。えっと、FSV4 が0以上2以下って言ってるのは何かっていうと、S から V4 に向かっている子の上に流れている流量が0以上2以下ですよ、ということを言っていると。で、ここの項のこれ容量、今これ2ですから、確かにこの不等式によって、その、この、 ところにおける容量制約が書かれているということがわかります。で、それがですね、今この、えっと、ネットワークには個が1、2、3、4、5、6、7、8、9個ありますから、この9個の、えっと、不等式がここに容量制約として、に対応するものとして並べられているということになるわけです。いいですかで、これらは、重要なのは、これらは、えっと、変数は1個だけ。で、えっと、不等式。なので、これはいわゆる一時の不等式です。線形不等式です。だからこ、こういう、 制約の書き方は、線形計画問題において許されているわけです。で、ここまでよろしいということになります。もう一つあった制約は、流量保存制約でした。で、それを書いているのは、この下の4行になります。で、これは何かっていうと、S と T 以外の頂点が V1、V2、V3、V4 と4つあるので、その一つ一つの頂点に対応して、等式が4つあるという形になっています。で、で例えばですね、この V4 という頂点を見ると、ここには、えっと、S から流れていく、 V1 から流れてきているもの、V3 から流れてきているものって、なんかその3つの方向から、方向って言っちゃうんですね。3つの頂点からなんか入ってきているものがあって、で、V4 から出ているのは V2 に向かっているのと、T に向かっているのがあるという形になっているわけです。で、それに対応するのが、これ順番がむちゃくちゃできないんですけども、これ一番上の式です。一番上の式は、 何かっていうと、復、え、興、っと、がですね、プラスのものが2つとマイナスのものが3つある。で、イコールゼロって形になっていると。で、先ほどは、えっと、流量保存制約は、青を選びたいんですけども、選べない。はい、選びました。えっと、流入量イコール流出量っていうのがこういうような書き方をしていたわけです。 えっと、流量保存制約は。だけども、この今、あのー、えっと、線形計画問題として書くときには、ちょっとこの書き方を変えて、流出量、マイナス流入量、イコールゼロって形で書いてます。で、そう思ってこれ見ると、えっと、ここの初めの、じゃじゃ、えっと、この、えっと、 待ってくださいね。あ、だ、あって合ってる。初めの二つの項。これは、えっと、係数プラスなんですけども、これは、この流出、V4 から V2 に向かっている量。これが FV4V2 ですね。なっていて、えっと、V4 から T に向かっている、出ていっている量。これが FV4T に対応するというわけです。で、一方で入ってきている量が、この後ろの三つの項。で、符号がマイナスになっているところに対応していて、SV4。これですね。<laughs> という、この上の、えっと、流量。V1V4。という、この上の流量。 と V3V4 っていうこの上の流量を引いてるという形になって、これイコール0という式を書いてるということになります。で、他に3つの式があるんだけども、これはそれぞれ、えっと、V3V2V1 に対応してます。で、形で、この4つの式が現れます。でそうすると、この左辺はどれも F っていう変数の線形式になってます。一次式になってます。で、イコール0っていう定数。<laughs> なので、これは線形等式なわけです。 つまり、えっ、ー、と、この、流量保存制約の部分は、と、この、えっ、ー、と、量量制約の部分を合わせて、この制約は線形の等式と不等式、で、不等式は統合付きのもので書かれていると、書けることが分かりました。つまり、これ、ここに書かれているこの問題、これは線形計画問題です。いいですか 以上です。<laughs> 以上で、もう今日の授業終わっても、あ、終わっちゃいけませんけども、まあ、これ、これが、あの、ポイントで、えっと、これがまず分かれば、まあ、前半おしまいって感じなんですけども、これよろしいですかで、今からやるのは、ちょ、今これは、ここの例で書いたので、今後の展開のために、もう少しちゃんとした、あの、一般的な記号を使って、どういうふうに書けるのかってことを話をしていきます。まず、ここまでいいですかだから、まあ、あの、原理的には、もうこういうなんかネットワークが一つ与えられたら、こんな形で書けるんだってことは、まず分かってほしいと。具体的に。今から抽象的な話をします。 記号の話をしていますで、えっ、ー、と,と、突然書いてると。こんな形が書けますと。で、これは一般的に書いたものです。えっ、ー、と、で、一般的に書いたのは何かっていうと、ここのマクシマイズの後に書,いた書かれているものが、先ほどの、あのー、定義における、この F というものが表す ST 流の値になります。こうかな。あ、これはそのバル F に対応すると。 で、えっと、下の部分は、えっと、この等式の部分と不等式の部分があるんですけども、この等式の部分が、先ほどの言い方で言うと、流量保存制約に対応していると。保存制約に対応していると。で、これ何だったかっていうと、えっと、ST 以外の任意の頂点に対して、出ていってる量を引く、入ってる量がゼロになるというのが、流量保存制約でしたというわけです。で、そのまま書いていると。 で、えっ、ー、と、不等式二つに分かれてるんですけども、これ書いてるかなちゃんと。この部分ですね。で、これが、えっ、ー、と、容量制約。容量は書けない。容量っていう漢字を今違う漢字書く人になったんで、えっ、ー、と、あれ、容量こうかな容量制約に対応しているという形になります。で、えっ、ー、と、これちょっと二つに分けてるの意味があって、なんでかっていうと、えっ、ー、と、初めの方にあった復習の部分、線形計画問題の書き方としては、 この、えっと、皮膚制約だけ、なんか分けて書いていたってことがありましたので、ちょっとそれにあの合わせてここではそれを分けているって形になっています。だから、えっと、この各個 A に対して FA っていうのの値は0以上で容量以下であるという形になると。で、容量以下って形に書いているとこれはだから不等式制約になっているという形になります。で、注意しなくちゃいけないのは、この UA っていうのはその問題の入力として与えられる定数です。だから問題の入力なんですけども、この、えっと、 線形計画問題においては、これ定数ですだ。だからこれを、その UA を決めるわけではないってわけです。この前のあの書き方を見てもらうと、この UA っていうのはこの2とか4とかって、このなんか決まった数値になってるわけです。だからこれは記号で書いてますけども、これは変数ではないというのはちゃんと理解してください。だから,だからこれ決めるのはの F です。各この上を流れている量を決めるという形になるわけです。だからこの F が変数になっているという、そういう問題になっていると思ってください。で、えっと、 今ですね、こういうふうに書いてるんですけども、これは先ほど見た、なんかその、なんかベクトルと行列を使って書いた形とは、なんか違うという気もするわけです。だから、そのなんだろう、線形の等式と線形の不等式を使って書けてるっていうのはわかるんだけども、先ほどのその復習のところで見たみたいに、ベクトルとか行列を使って書くんだったらどうなるんだろうってことを今からちょっとやっていきます。で、それが後で、その、相通問題を使ったりするときに、 あ作ったりするときに重要になってくるので、それをやりましょうということになります。じゃあまず、じゃこのように書けるっていうのはよろしいですか、まあ、ここで分かっていただきたいという形になります。いいですかね。はい。じゃあちょっとこれをもう少し眺めていくと。で、もう少しちゃんと言っていくんですけども、まずだから変数は各個に対するこの F 何とかっていうものが与えられているというふうに思ってほしいわけです。で、これをですね、こうなんかベクトルのようにこう思いたいわけです。 で、ちょっと、えっと、今ですね、だからこの F って、ちょっと今これ太字になっていて、まあ、ベクトルっぽい、えっと、気分を表しているんですけども、これはですね、だから、えっと、こんな形で書いていて、この R の A 乗のような形で書いてるんですけども、これは何でしょうって <laughs> ?R の,の何でしょう皆さんよくですね、何だろうなんか、あ、書けなかった。選びたいんですけど、そうですね。なんかだから、R の3乗って言ったらな、なんか、このかあの、3次元空間。なんか、R の、 n 乗って言ったら、なんか n 次元空間って形で、このなんか、あの、斜め上、斜め上って言うんですかね。右上の部分に、なんかこの3とか n とかっていう、このなんか、あの、皮膚の整数が書いてあれば、なんか、なんか3次元空間とか n 次元空間とかっていうものを表すというふうにわかると思うんですけども、この r の映像でて書き方は、これは a、その右上の部分がラー r g e a ってこれ集合なんですね。で、こんな書き方していいのかっていうふうに、ちょっとなるんですけども、実はこれはよろしい。よろしいって、なんか <laughs>、 言うだけじゃいけないんですけど、これ、まず、よろしいです。よろしいんです。で、何をもってよろしいというのかってことをちょっと、これちゃんと説明しようと思うんですけども、これちゃんと説明し出すと、これで終わっちゃうかもしれませんけども、あんまりちゃんと説明せずに説明します。<laughs> 何を言ってるんでしょうね。えー、っと、えー、っと、説明するんですけども、ちょっと一般的に説明すると何かっていうと、今ですね、集合、一般的に、集合 X と Y っていうものがあったときに、Y の X 上のような書き方をする。 と、これは、X から Y への関数全体の集合っていうのを表すことになります。で、これは、えっと、数学ではよく使われる記法です。で、皆さんもしですね、なんか、 関数型プログラミングとかですね、そ,れするとそういうところではこういう記法がたくさん出てくる。そそなんか関数の集合っていうのを考えたいから <laughs>、これもよく出てくるんですけども、まあそういうところで馴染みがある人はいるかもしれない。で、それ置いといて、今、だからこの R の A 乗って書き方は、この記法なんです。この Y の X 乗と同じ記法なんです。だから今、何が何どうなっているかっていうと、Y の X 乗が R の A 乗に対応しているんだから、だからこれ R の A 乗って、つまりそういうの意味でうと、これは何かっていうと、A から R への 関数全体の集合なわけです。ですか。で、それは実は取りも直さず、この、えっと、F っていうその ST 流を定義するときに、個を与えたあ、個に対してなんか次数が決まるんですよっていうふうに書いていた、この書き方と全く同じことをこの左で書いてると。 いうことにま、なるわけです。だから、ま、その、A から R への関数ですよってことを言う、言い方を集合的に書いているのは左側です。で、だから、この、今までの書き方と、同じことを言ってるんだけども、ただ、 ここからちょっとややこしいですけど、最適化においては、っていう、いいかといます。数理最適化においては、このなんか R の A 乗うな書き方をした瞬間に、もともと、あの、さっき、あの、右上に書いていたような,なんか、なんかその R の3乗とか、R の N 乗のように、なんかそのベクトルのように表すような気分がここに乗ってきますで。これは気分です。形式じゃなくて、これ気分です。で、気分で書いたのが、ここのベクトルです。<laughs> で、こういうふうにそのベクトルで書くときには、なんかこう一列にこの成分がこう並べられるわけです。で、その並べるときには、この、えー、っと、このラ a ジ a っていうのがこの、この要素はこのなんかそれ字に対応していると。いう形になってるわけです。だからなんだろう。そういうときは、どう言えばいいのかななんかこの、この f っていうベクトルの、なんか大 a 成分とかっていう言い方をすることがあります。だからそ、コ a に対して、この、 コ A のこの成分。大 A 成分。が、なんか FA であるようなのはベクトルというふうになんか、えっと、書いたりするというか、まあそういう気分でいます。で、まあ並べるときには、なんかこの LargeA っていう集合の各要素の、あの、LargeA っていう集合のもになんか一列のなんか順番がついていて、ついていて、なんかそれがもう決まっているとします。 一つ決めます。で、その順番に沿って、なんか並べているという気分で、こういうベクトルを書いていると思ってください。で、こういうふうに書くと、あの、初めの復習の部分であったような、その線形計画法の書き方のそのベクトルや行列を書き方に乗ってくるので、まあ、こういう書き方を許してくださいということになります。わかります <laughs> なんか、細かいことを話しすぎて、あ逆にわかんなくなったかもしれませんけども、まあ、気分をもう、じゃ気分だけもう一回伝えると、まあ、ここに書いてあるのは、 この f っていう、まあ、関数の、えっ、ー、と、各本における値をなんか決まりをつけた順番で並べていると思ってくださいと。で、それをベクトルだと思っているというふうに見なしてください。で、形式的に考えるんだったら、まあいいかな。まあ一応これは、あの、a から ra の関数、全体の集合を表しているというふうに思ってくださいということになります。いいですか。はい。で、まあ、それが変数になります。で、それをこういうふうななんかベクトルで表しましょうというのが先ほど えっと、線形計画法を記述するときにやった方法だったというわけです。はい。これページ送りますけどいいですかちょっと待ってましょうかね。えっ、ー、とで、で、まあこんな形でやると。で、だから、こんな感じでその、なんかその R とかの上になんかこの集合とかこれをつけることが割とあったりして、なんか戸惑う人がいるんですけども、まあそういう意味だと思ってくださいということになります。これは数学でよく使う記法です。はい。で、これが変数で、 で、目的関数は何だったかっていうと、これは、えっと、やってる、やりたかったのは、この F の値の最大化だったということです。で、それは、えっと、その、えっと、S から出ている流量から、えっと、S に入ってきている流量を引いたものだったので、まあ、それぞま書いてるということです。はい。で、次ですね。あ、で、これを、えっと、ベクトルと、えっと、を使って書くと、こ,れはこんな感じになると。今は、先ほどのこのララ、あの、F っていうベクトルをここに書いてるんだけどその係数はこの場合は、えっと、こうなってると。 ことです。で、これ何を言ってるかっていうと、これは SV1、SV3、えっと、SV4 SV SV っていう、えっと、それ以持っているところに対応する係数の成分が1になっていると。で、この例ではないんだけども、もし、えっと、この負の方ですね。だからその S に入ってくるような個があるときには、その成分がマイナス1になります。だからこの、えっと、係数は、のベクトルは、えっと、成分が0か1かマイナス1の、えっと、ベクトルになっていて、 だからこれは何かっていうと、えっと、a がデルタプラス s に入っているときに1、a がデルタマイナス s に入っているときはマイナス1、で、それ以外、アザワイ r ゼロ0というような、これアザワイ r 読めない。<laughs> えっと、その他、その他って書きたいんです。その他とが0というようなベクトルになっていると思ってください。 はい。だから、えっ、ー、と、この、なんだっけ、目的関数も、その、ベクトル、その、係数かける変数のベクトル、かけるです、ね、係数のベクトルと変数のベクトルの内積としてかけているという形になっています。はい。で、これは目的関数です。で、えっ、ー、と、制約が2つあったと。えっ、ー、と、その、なんだっけ、容量制約に対応するものと、流量保存制約に対応するものと。で、容量制約の方を書いてみると、こんな感じになると。で、これ先ほど言った通り、 えっと、そのよ、容量以下ですよ。たくなかった。選びにくいんですね。これです、えっとか。えっと、容量以下ですよっていうのと、0以上ですよっていうの今分けて書いていると思ってください。で、それも、まあ、こんな形でベクトルを使って書けると。ということですね。で、さっきまでは、なんか、まあ、U 関数だと思ってたので、U カッコ A って書いていたんだけども、ちょっとその F の方に合わせるために、U 添え字 A というか書き方を今後するかもしれません。まあ、同じだと思ってください。はい。 だからこれもちゃんと、あの、この線形の不等式で書けてますよっていうのが、そのベクトルからも見てわかるということになります。はい。で、もう一個あった制約が、えっと、流量保存制約です。でこれですね。えー、っと、で、これが、さっき言った通りこの形だと。えっと、st 以外の頂点 v に対して入ってくる流量を引く、出ていく流量がゼロになると。二で書けると。で、これは今、この例においては、 この4つの詞で書けるっていうのは先ほど例で言いましたと。で、えっ、ー、と、線形計画問題の定義のところでは、これをその行列とベクトルの積を使って書いていたわけです。で、そうすると、じゃあこの左辺ですね。だからこの左辺も、なんかその行列かける、なんかその F っていうベクトルっ出形でならこれ書きたいわけです。で、そうするとこの対応するこの行列っていうのはこれは何でしょうと。 いうのがちょっと気になるというか、これが分かんないと、後で、そっちもの作れない。で、これをちゃんと知りたいということになります。ということで、今、この、えっと、まあ、左辺、今、書きたくないんです。<laughs> 左辺は今、この形で書けてるんですけども、これを無理やり、この、ま、ベクトルを持ち出して、行列って何でしょうって話で書いてみようと思います。で、書いてみたのが次のページです。こんな形。さあ、もうで、ここで、 多分、えっと、ここが、えっと、前半一番の今は、です。で、これが分かれば大体よろしいとんです。これ先ほど、この F っていうのは先ほど書いたこの F っていうベクトルです。で、この上の式と同じになるように行列を頑張って作ってます。まあ、頑張ってって何なんだっていうことなんだけども、まあ、頑張って作ってます。で、まずその、えっと、この行列と、このベクトルの積が定義される必要があるので、この行列の列の数は、このベクトルの成分数と同じです。で、このベクトルは、えっと、 流れを表していたわけなので、えっと、この成分がいくつあるかっていうと、この数だけあるわけです。この数だけだから、えっと、この、えっと、これは書きたいんですね。この、その、えっと、列の添え字は、このこの集合、ラージエに対応しているという形になります。で、えっと、これイコールゼロになってるんですけども、えっと、この等式はいくつあるのかっていうと、それは、えっと、S と T 以外の頂点の数だけあるという形だったわけです。 つまり、まあ別に言い方すると、S と T がいる頂点に対応して一個ずつ等式があるわけなので、このまあ0がにの,の並んでるこのベクトルのそれ字っていうのは、えっと、これは、えっと、V っていう頂点集合から S と T を取り除いたこういう集合になってるわけです。ってことは、えっと、これは、この、えっと、これがこの左辺に等しいわけだから、ここに書いてるこの行列、 この行列の、えっと、列の数っていうのも、あ列,列の、えっと、添え字っていうのも、この V-ST っていう集合で、まあ、付けられているという形になるわけですだ。だからそういう行列になっているということになります。で今え、先ほどの例では、この V-ST っていう集合が、の要素が V1、V2、V3、V4 になっているという形になっている。ちょっと V だけ小さいんですけども、ちょっとこれなんか、大きさの指定がですね、ちょっとうまく私できなくて、ちょっとあの、 このスライドなんか文字の大きさがすごくなんか不、あの、不揃いなんですけども、ちょっと気にしないでください。あそば置いといて。で、それで、例えば、これ一番上の式ですね。f v 一 fv2、f v プラス fv1v4、マイナス sv1、fsv1、イコールゼロっていうのは、この下の式で言うと、一番、この行列の一番書きたいんです。書きたい。選びたい。選ばれました。この行列の一番上の行と、この f っていう、 えっと、ベクトルの、えっ、ー、と、積が0になりますよ、という形で書けていると。で、実際にどこに、えっ、ー、と、えっ、ー、と、1とかマイナス1があるかというと、選びたいんですけど、選べないな、なかなか。ちょっと場所が悪いんかな、ね、ちょっと待ってね。ああ、なんか、あ、こういうことやると、今やらないことがいいですね。じゃあ、ちゃんと頑張って選ぶ。選びたい。 選びましたね。選べてるんですね。ちょっとわかんなかった。えっ、ー、とですね。何なったかっていうと、えっ、ー、と、これマイナス1とか1とか1とかってこれあるんですけども、それは、えっ、ー、と、どこの、こに対応してるかっていうと、sv1 がマイナス1。v1v2 が1。v1v4 が1。なので、えっ、ー、と、sv1 の係数がマイナス1。で、sfv1v2。ここですね。 がこう1、係数1で出てきて、V1V のところが1で出てくるという形でちゃんと、この内積が上の式と合ってるということがわかります。っていう形でこれ行列を作ってる。ことになります。いいですかね。だからちゃんと、まあこれもちろん、まあ線形式だから、まあ原理的には当たり前なんだけども、まあこういう形の行列、なんかの行列と、 このベクトルの席として、この左辺をかけるということになるわけです。じゃあ一般的に、この行列っていうのはどのように作られるのかということを考えます。で、ちょっとその一般論を見るために、ちょっとこの行を見ましょうと。この行は V4 に対応する行です。で、V4 っていうのは先ほどのネットワークではどのような頂点だったかっていうと、V4 っていうところには S と V1 と V3 から子が入ってくる。で、V2 と T に向かって子が出ていってる。こういうような頂点でした。 で、この V4 に対応するこの行を見てみるとどういうふうになってるかっていうと、まあ0と1とマイナス1っていう係数しかありません。まあそれは上のこの左辺において係数が0と1とマイナス1しかないから、そうなっていることがわか,かるんだけども、どこに1とマイナス1があるかっていうと、上の式はもともと係数がプラス1のところは、えー、っと、出ていっている <laughs> これに対応するというふうに言ってました。で、マイナスの方は流入に対応しているので、入ってくるこれに対応している。 わけです。つまり、今ですね、この V4 っていう頂点に着目すると、出ていってる子は、V2 に向かってる子と定義に向かってる子、つまり、えっと、V2P じゃなくて、v、V4V2。ここですね、V4V2 っていうのと、V4P っていう二つの子が、この V4 から出ていってます。で、その出ていってる子に対応するところの成分が1になっていると。 いう形になってるわけです。で、一方で、入ってくる子が SV4、V1V4、V3V4 とあるので、SV4 と V1V4 と V3V4 に対応するところがマイナス1になってる。という形になってるわけです。だから、一般的に書こうと思うとっていうのが、ないですね。一般的に書こうと思うとどうなってるかっていうと、えっと、頂点 V と、えっと、小 S に対して、この行列は、えっと、の成分どうなってるかっていうと、えっと、A が、えっと、 デルタプラス V、だから V から出ていってる子ならば、この成分は1ですと。で、A が、えっと、V に入ってる子であるんだったら、これマイナス1ですと。で、それ以外、その他の時には、この成分が0になっていると。こういうような行列になっているわけです。いいですかで、そのようにして、ここの、えっと、係数行列ですね、選びたい、ここでも。これ作られているということになります。 いいですかでそういう行列です。<laughs> そういう行列。まあそうなんですね。そういう行列です。はい。ということで、この形作れましたということになったわけです。で、えっと、一般的にどういうふうに書けるのかってことをもう一度そのベクトルと行列の規定から眺め直すと、まあこうなりますと。えっと、復習のところで出来た形、こうなんですね。で、これに沿って、この、 えっと、今作った、この最大流問題、予選系計画問題として書いたものを眺め直すとどうなってるかっていうと、えっ、ー、と、どうなってるのかっていうと、どうなってるんでしょうね。どうなってるんでしょうね。えっ、ー、と、ま、すべての変数は0以上となっています。だから、えっ、ー、と、つまり、えっ、ー、と、皮膚制約のつかないような変数ありません。だから、X2 っていうのは、この、えっ、ー、と、元々の問題ではこれあったんだけども、この最大流問題を書いたときにはこれ登場しないってことになります。まあ、言うあれば、これ X2 っていうものの次元は、 成分数 N2 だったんですけども、N2 は0である。というような問題としてかけているということになります。で、その時に、だからまあ、この、まあ、そうすると、ここの C2X2 とか、まあ、これもこれ、まあ、これ消えるわけです。<laughs> ないと思ってると。で、他の部分、この C1 とか、A1 とか、A21 とか、B1 とか,か、B2、これは何でしょうっていうのは、先ほどの、あの、つり方を考えて、この式をじっと眺めれば、対応するベクトルや行列がわかります。という形になるわけです。 で、それを書いたのが次のページになります。早いかな。こんな形になると。で、何かっていうと、この x1 という変数が、この f という、その、st 流を表すものに対応すると。で、まあ、さっき言ったみたいに、s、えっ、ー、と、n には0であると。で、この c1 っていう、えっ、ー、と、ベクトルは何になるかっていうと、まずこの c1 の処字は、個です。で、その個 a に対して cg はどうなったかっていうと、 えっと、A が S から出ていれば1。S に入っていればマイナス1。その他0と。これがいい形で作ったわけです。ですかね。で、えっと、制約の方は、えっと、えっと、不等式制約の右辺、定数。これが、えっと、UA ですと。だからこの B1 の大 A 成分が UA になるという形になります。で、A1G っていう、えっと、この、えっと、なんだ、行列何なのかっていうと、これは FA の係数を 決める行列ですけども、これは単位行列です。だからこれ、これ単位行列、これ i と書いてます。だから、この FA はそのまま出てくるという形になります。で、下の等式制約が、この、えっ、ー、と、量、えっ、ー、と、流量保存制約に対応するわけですけども、さっき言ったみたいに、まあ、この X の部分、これは消えてますから、考えのこの A21 は何なのかってことですが、A21 は先ほど言った通り、 えっと、V と A に対応する成分は、A が V から出ていれば1。A が V に入っていればマイナス1。で、他の時は0と。いうような形の、えっと、行列になっていて、右辺は0と。だから B2 っていうのは0と。いう形になっていると。いう形でかけると。いうことになります。いいですか, <laughs> か実際、今、まあ、この形、初めに示した形で、この最大流問題かけてますよということになる。ということになります。 で、これが分かると、今、この赤い形、元々の形で、最大流問題がどうかけていたか分かるので、はじめの復習にあった通り、その相対問題をかけます。で、それ考えていきたいっていうのは後半の話になります。ここまでいいですか,ここでいいですかじゃあ、えっと、ここで切りがいいので、えっと、3分の休憩をして、その後、じゃこの、えっと、えっと、問題を使って、相対問題を使って、いろいろと考えていくということをしていきます。じゃあちょっと、えっと、休憩の、 タイマーを出しまして、じゃあ3分休憩にします。はい。じゃあ、休憩の間ちょっと換気をお願いします。 はい。では、えっと、休憩終わりにしたいと思います。じゃあ、関係ありがとうございました。はい。では、えっと、再開していきます。あの、教室寒いって話がありまして、あの、確かに寒いなと思うんですけども、えっと、今日で10月終わりなので、多分11月になったら、あるタイミングで暖房が入ると思います。ただ、あるタイミングがいつかわかんなくて、えっと、まあ、10月中は入らないんですけども、<laughs> えっと、 ま、近日中に入ると思いますので、まあ、そこまではちょっと我慢していただくという形になります。よろしくお願いします。で、多分、あの、暖房入ってもちょっとこの休憩中換気はしようと思うので、それもちょっとご了承ください。よろしくお願いします。で、今、ま、このように、最大流問題、線形計画問題として書けまして、で、えっと、そこからですね、送水問題を、えっと、導いていこうと思います。で、送水手に使って何が言えるのかということを考えていくということになります。で、えっと、今からやるのは何かっていうと、この最大流問題の装置問題をまず書きます。 でそのために先ほどベクトルと行列を使って書いたので、もう、あの、初めの復習で書いた、その、形をそのまま適用して、どうなるかってことを見ていく。前回は、その、装置問題を導くために、いろいろとなんか、あの、頑張って、あの、かけて出したりした,し,たしたんだけども、それはもうやんないで、もうあれは、あの、与えられたものだとして、もうなんか公式のように使うという形にします。でそうするとこんな感じだったと。今、えっ、ー、と、主問題、元々の問題があったときに、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、ベクトルとか行列がここに書いたように定められてます、ということは、今、もう、 えっと、決まってるとします。で、その時にこの小中問題がどうか書けるでしょうということを考えるということをするわけです。で、そうするともう、ここに書かれてるこの B とか A1、AH、とかっていう、これ決まってますから、書けます。書けます。で、書くって <laughs> ことをします。で、まず、えー、っと、この N2 が0だったので、この先ほど言った通り、この X に関わる部分、これはこれ消えます。 つまり、この C2 とか A12 とか A22 は、これも何もないという形になります。だから、この A12 とか A22 とか C2 は関わっている部分。もう、で、これこの式しかないんですけども、この式は、そういだから、これ消えます。ありません。で、まあ、残っている部分で考えると。で、後の都合上の話なんですけども、今これ Y1 っていうのは B1 と、えっ、ー、と、内積取ってまして、B1 っていうのはもともとここで、その、 えっと、不等式制約に関わるところで、もともと、で、この不等式制約は、容量制約に対応している話だったので、この不等式の数は、個の数だけあります。だから、この y1 っていう、えっと、変数、相対問題の変数、ベクトルの成分の数も、個の数だけあります。なので、この y1 の個 a に対応する成分のことを今後、z で書くことにします。そこれは後の都合のため、その y1 倍に、ね、書くのが、あの、ややこしいので、これは、だから y1 は今後、z とあきます。 で、Y2 の方は、こちらは、えっと、頂点の数だけ。っていうとちょっと嘘があるんですけども、えっと、S と T 以外の頂点に対応する成分を Y2 は持ってます。ので、その頂点 V に対応する Y2 っていう成分、Y2V のことを今後 YV と書くことにします。だから Y2 を見たらもう Y だと思う。逆だかな ?Y と思ったら Y を見たら Y2。Z を見たら Y だと思う。という形で書き換えることにします。で、これと後の都合の話なんですけども、まあそうします。 で、これは書き換えてませんけども。で、今な、なくなった式は今、この装置物のだから取り除きました。で、そうすると言、いわえっ、ー、と、この目的関数どうなるかっていうと、えっ、ー、と b、B に0です。だから B2.1Y2 ってのは、これはこの目的関数からがなくなります。で、b 1値 y 自体が残るんだけども、Y1 の成分は今、ZA にしましょうと言いましたと。で、B1 段だったかっていうと、これは、えっ、ー、と、個 A に対応するところの、えっ、ー、と、係数が UA っていう容量になります。 だから、b1.y1 っていうのは、uaza の和です。いいですかで、これが目的関数、その相対問題の目的関数になります。いいですかじゃあ、制約なんでしょう。制約これ1個、1、まあ、個の式、<laughs> 通してだけになります。で、これを見ていく。で、これがややこしい。で、えっと h 1、a11、a 1は、えっと、単位行列なので、で,ですけど、だなので、h 1点値も単位行列です。だから、今、こんな書き 書き換えに従えば、えっと、y1 っていうのを今、z、z と書いてますから、えっと、a11.1y1 ってのは、これは z っていうベクトルになります。ですかね。で、後ろの部分は、y21.1、あ、これ、a 2 1 y 2っていうものなんですけども、a21 がややこしい。ややこしい行列。で、y2 は今、y と書きましょう、ということにしたと。で、c1 は何かっていうと、ここで決まっている、なんか、ベクトルです。 で、そう思って、この式を、えっ、ー、と、ベクトルと行列を使って書いてみましょうと。で、こんな形になると、いうことです。今ですね、a11.1y1 っていうのは z と等しいと分かったので、これ、ね、z と書いてます。で、後ろの部分は a21.1y2 で、y2 は今 y と書くと言ったので、これが y です。で、前の部分がこれが a21.1 です。で、それが不等式で c1 といた形になっていると。 こ,ことですね。で、C1 は何だったかっていうと、ここに書いてある通り、A が、えっと、デルタプラス V、デルタマイナス V に入っているかどうかで、値が決まるということでした。で、えっと、A がデルタプラス VS に、デルタプラス S ですね。すみません、今、見てるところが違った。ここですね、C1 は。C1 の値は、A がデルタプラス S に入っているか、デルタマイナス S に入っているか、そうじゃないだけから決まるということなんで、まあ、A がデルタプラス S に入っていれば1。 デルタマイナス S に入っていればマイナス1。で、それじゃければ0っていう。まあ、こういう、いうベクトルとして書いてます。で、今ちょっとあの、都合上、この図では、この A がデルタプラス S に入っているところを、このベクトルの上の方、デルタマイナス S に入っているところを2番目のところに、ちょっとあの、集めて書いているようにしてます。わかり、やすくするために。で、この行列の、この係数、これが A21 点値です。 で、これ何かっていうと、A21 って、元々の A21 は、行が頂点、列が項に対応しているような行列でした。で、それも点値を取ってるので、この点値を取った行列では、列がじゃなくて、行が項に対応していて、列が頂点に対応していると。こういう形になってるわけです。だから、書くと、えっと、なんだ えっと、ちょっと待って,てね。えっと、えっと、行が、行が、えっと、これに対応していて、列が V-ST に対応していると。これがラシになっているというわけです。で、どういうふうに、えっと、値が決まっていたかっていうと、A という項を見たら、えっと、これですね。この図。あ、これ、A 潰しちゃったんで、見えない。この図。 見てほしいんですけども、A という子があったら、まあ、A という子が U から V に向かっているとしましょうと。で、これは、えっと、U と V の視点から見ると、えっと、A は U から出ている。だから、えっと、A はデルタプラス U の元です。A はデル、ここに書いちゃいけませんね。ちょっと書くところがないからいけないんですけども。じゃあ口で言います。<laughs> やっぱり、A はデルタプラス U の要素で、 デルタマイナス V の要素です。なので、この A と U に関わる成分を見ると、もう一度言うと、えっと、んこれだけ逆の気がするな。えっと、U に、U から出ていってるところはこれプラスですね。これにしたらだと、だからこれ間違っていると。これプラス1。 すいません。これ後で直す,です。プラス1。で、えー、っと、V に A、A、えー、A は V に入っていってますので、ここマイナス1と。こういう形の、えー、っと、行列になっているということになります。そうですね。はい。そういう形になっていると。で、そうすると、例えば、今、えー、っと、これとですね、こ、この、この行と、 y の内積を取ると、これが何が出てくるかっていうと、これは、えっと、yu-yv が出てきます。えっと、u に対応する成分がプラス1で、v に対応する成分がマイナス1。なので、そんなに今出てくると。で、えっと、なんだそれが、えっと、0以上とか、まあ、だから u と v が、えっと、s に関わってなければ、これ0以上というような式が出てくるという形になります。いいですか で、今、えっと、この、えっと、a っていう項を見てるんですけども、項はすべての項、この large a に入ってるすべての項を見ます。ああ。項を考えるんですけども、今ここに書いた、この a っていうのは、このプラス1とマイナス1ってこれ、いあの、両方とも出てきてるわけです。あ、だから何言ってるかっていうと、a っていうに対応する行を見ると、プラス1は多くて1個、マイナス1は多くて1個です。で、プラス1はマイナス1では出てこない可能性があります。 で、いつ出てこないかっていうと、u が偶然 s だった場合、この、えっと、行の、列の集合には、から s が除かれてますから、その、えっと、s に対応する行こないわけですで。そういう時にはこのプラス、えっと、プラス1がありません。で、このマイナス1がない場合もあって、それは何かっていうと、えっと、こういう言い方だけないな。 こういう、ちょっと今言い方変えます。えっ、ー、と、S に対応する列と、で員 T に対応する行列はありませんので、この U や V が S とか T になっている場合は、ここの式の形が変わります。こう言いましょう。この方が正確なんで。で、もう一個重要なのは、この、えっ、ー、と、U が S の場合、U が S の場合は、A は S から出ていっている子になるので、えっ、ー、と、A と S はこの関係を満たします。A は、 S, s から出ていってる子。だから s はデルタプラス s の要素になっています。だからその時には、この右辺が1になります。で、もし s が、じゃ a が s に入っている子である、ささこの v が s である時には、この2枚目の条件ですね。s a がデルタマイナス s であるという条件を満たします。で、そのような列に、えっ、ー、と、行においては、この右辺がマイナス -1 になります。ややこしいですね。<laughs> っていういろんな例外があって、この例外を全部ひっくるめて、この行列とベクトルの式を全部バラバラに書くと次のようになります。こうなります。ややこしいですね。えっ、ー、と、デルタ UV マイナス、合ってるかななんか違う気がするな。ちょっとなんか、何かがおかしいですね。 何かがおかしいで、ここで止まってるといけないんで、何が、だからこれ元々の式があってんのかなうん。困ってしまった。私が困っ、これは、えっと、いじくるとこれは正しいことになるんですけども、これはいけないな。だから、でもこの動詞ではこれ出てこないんで、 しまったな。ちょっと、これは私のミスなんですけども。えー、っとですね。くー、困ったな。くー、困ったじゃない。くー。えー、っとですね。これ、な、直せば、えー、っと、このまま書こうとすると、こ,この、ここら辺の符号は間違っていて、ここは本来はここ,こがプラスで、ここがマイナスでないと言うんですけども、困ったな。これやり直した方がいいかな。でもやり直すとも、時間がないので。 えっと、すいません、じゃあ後で資料は直すんですけど、で、でもここはこういうふうになると、その後の話が続かないんで、ここはこのままにさせていただきたいんですけども、何が悪かったかっていうと、ちょっと戻りますね。だから今、だから何が困ってるかっていうと、ここの符号が、ここの符号が欲しかったものと逆になってるのがいけなくて、で、これはどうすれば直,直るかっていうと、実は、 この、あの、流量保存制約を書くときに、流入量イコール流出量っていうのを変形するときに、流出量マイナス流入量イコールゼロって書いたんだけども、これを逆にして、流入量マイナス流出量イコールゼロと書けば、スイーーーが合います。でそうすると、係数行列の不幸が反転するので、これでスイーーーが合うんですけども、ちょっとそこで計算間違いをしてしまったというのが私のミスで、よろしくなかったんですけども、だから結論は、 正しくできるんですが、このままでは正しくならないので、それはちょっと注意してもらって、じゃあ、それを今、したとしましょうと。<laughs> いけないんだけども。それをしたとすると、すいません、ね。えっと、この式が出てきます。すいません。これは、だから今、授業をすることによって、私自身の間違いが見つかったと。なんか、初めに言った通り、あの、なんか、私自身のですね、あの自、自主研究が入ってるんで、たまに間違うんですけども、えっと、今、そういう、だから、 そういうことになりまして、すいません。でもこれちょっと治るので、後でスライドは直しておきます。スライドは直すけども、動画は直んないんで、動画は、あの、そういうような修正を施したと思って、あの、この、送追問題が出てくると思ってください。ということになります。で、これは正しいという。<laughs> むちゃくちゃな意見。<laughs> えっと、先ほどの活形をするとこれ正しい送追問題が出てきます。で、エアコしシート。だから、この、今が、えっと、 uv どちらも s や t がない場合にはこの式が出てくるんですけども u とか v が s とか t になっている場合にはちょっと困っちゃうと。で、その、例えばその u が s の場合にはここは1が出てきたり、この、えっと、マイナス yu がないという形になると。で、えっと、v が s の場合はこんな感じす。形で、なんかこれは、まあ書き換える必要があるんだけども、えっと、冷静に考えると出てきます。で、もちろんこの u と v 両方とも st とかっていう場合もあったり、 するんですけども、まあそういう時には、なんか S と T が、えっと、そのこ,こで結ばれている場合には、なんかここに書いてあるような制約も出てくるということになります。これはちょっとややこしくって困るんですけども、ちょっとこの式、これ今、1、2、3、4、5、6、7個あるんですけども、ちょっとこれは、えっと、書き換えて、あ、すいません、その前に。 そう、これはね、忘れると思ったんだよな、自分ですぐで。えっ、ー、と、あともう一つ、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、皮膚制約がありますので、それに対応する、えー、と制約、ZA が0以上っていう制約も出てきます。で、これで、相対問題が、えー、と作れましたということになります。ただ、えっ、ー、と、この上の方の7個の式が非常に倍分けもあったりして、ややこしくて、見てらんないので、ちょっとここの部分をもう少し綺麗にしますで。どうするかっていうと、Z なんとか、 がなイ,イコールなんとかそう。だから、これをね、思い浮かべてたんですよね。だから、それでちょっと、まあいいや。<laughs> 間違った部分は直すことにして。それで、で、そうすると、何かっていうと、この今、上の2つの式を見るとどういう形になってかっていうと、えっと、u を s に変えると、yu が1に変わってると。まあ、こういうふうに思うわけです。で、これは実は、二番目、3番目の式もそうなっていて、v が s に変わると、えっと、yv が、 えっと、1に変わると。いう形になっていると。いうことで、だから何かっていうと、えっ、ー、と、仮に ys が1である。とすると、この2つ目の式と 2,、えー、と2番目の式はいらなくなる。で、この4番目の式に見るんですけども、これは、えっ、ー、と、u が t に変わってる式になってます。で、これは形式上 ,yu は0になっているので、これ yu, この u が t の時に yu が0であるとすると、この式に出すということになります。で、それは実は、えっと、この v のところを t にしても同じで、今これ0プラス yv と書いてますけども、これは、えっと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 、別の形でするとこれ yv マイナス0と同じなので、やっぱりこの、えっと、 えっと、この v のところを t に変えたときに、この、えー、っと、yv を0にするということにすると、やっぱり同じ式が成り立つと言えるわけです。ちょっとこれなんか、u、u も v にしてしまっているので、ちょっとややこしいんですけども。<laughs> ってことで何かっていうと、yt を0としてしまうと、この、あの、4つ目、5つ目の式、これもいらなくな,な,な,なるということになります。で、そうすると、今、この次の式は zst なんですけども、これは u を s。 v を t にしてるんで ,yu を 1,yv を0にすると、これやっぱり同じこの設定で、この式も何ていことがわかります。次も同じです。ってことで ,ys を 1,yt を0とすると、この場合分けがいらなくなって、この一つの式だけで済むということになるので、でこういうふうにした方がまあ今後考えやすいので、こうさせてくださいということにします。か何かっていうと、今ここにたくさん式があったんだけども、これはこういうふうにまとめられると。 何なのかっていうと、えっと、ys は 1, yt は0っていう風にしましょうと。だから、これは等式制約です。で、その時に、えっと、zuv が yu-yv 以上。あるいは、まあ、あの、係数を、えっと、えっとえっと、左に揃え,、えっと、揃えるんだったら za です。za じゃなくて、ここにちゃんと揃えて書こうと思うんですけども、えっと、z uv-yu-yv プラスが0以上という式で、あの、すべての個 uv に対してこの式は成り立つという形で書けると、統一的に。で、そうすると、まあ、あの、産業で済むんで、えっ、ー、と、ちょっとこの書き方で書かせてくださいということになります。で、あの、シフト契約もあるという形になると。だから、ここではその、えっ、ー、と、y っていうのが、えっ、ー、と、自由変数になってます。書けなかった。y は、 自由変だから、えっと、えっと、皮膚制約ないと。で、Z だけ自由変、えっと、皮膚制約があるって、そういう変数になっていると。で、そういう形で、そういうものに書けるということになりました。ちょっと、なんか、途中でいけないところがあったので、えっと、よろしくないんですけども、えっと、後でちょっとスライドは訂正しておいて、先ほど言った通り、その、えっと、流用保存制約のところの書き方変えると、まあ、これは出てくるということになります。よろしいでしょうかすいません。ちょっと、よろしくなかった。 はい。で、相通問題書けました。で、これは、まあ、書いてはいいんだけども、これ何でしょうって話は、後から時間があればしたいんだけど、ちょっと今日時間がないかもしれないので,で、もしかしたら今日の最後の部分は次回に持ち越すことになるかもしれませんが、まあ、後でこれがどういう問題なのかってことをちょっともう少し見ていきます。で、今、つまり、まあ、最大流問題、元々の問題は、線形計画問題と仕掛けて、相通問題を書けましたと。だから本来はここの係数違うんで、 マイナスプラスにするとありますけども、まあこれううふ引っ掛けてると。で、先ほど言った通り、えっと、相対問題を見ることによって、この元々の最大流問題の性質がいろいろ分かったりします。で、まず一つっていうのは何かっていうと、この左側の問題は最大流問題をそのまま普通に線形計画問題として書いてる問題なので、この最大流問題として書いてる左側の問題に、境界が存在することは簡単に分かります。 なんで簡単かっていうと、すべてのこの上に流れている量をゼロにすればいい。そうすると、容量制約も、流量保存制約もすべて目指しますから、それは、この左の問題の境界です。だから、左の問題には境界があることがわかります。で、何をしたいかっていうと、相対定理が先ほどありました。相対定理は何だったかっていうと、両方に境界があれば、最適解が存在しますよ、と言ったわけです。 で、我々は、この最大流問題に対して最適解、つまり最大 ST 流が存在するかどうか今、わかんないっていうことを切り捨てるんですけども、この両方の問題に、境界があれば、先ほどの相対定理から、左側の問題に最適解があって、つまりそこから最大 ST 流の存在がわかるということになります。で今からやるのは、この右側の問題に実際に境界があることを言うっていうことです。それを今からやります。で、そうすると、先ほどの今日相対定理から今言ったように、どちらにも、 最適解があるので、つまり最大 ST 流存在しますってことが言えるということになります。で、実際最大流問題ではその最大 ST 流、その存在すると分かった最大 ST 流を見つけるってことをするということになるわけです。じゃあ、この相対問題は今なんかよく分かんない問題なんだけども、まずこの許容界を作ります。で、これはパッと見てなんか自明に作れる感じではない <laughs> ですね。でも、作ります <laughs>。作ります。で、その作り方は、 割と、鮮やかで,で、どうするかというと、実はここで SD カットを使います。SD カットのことを忘れてるかもしれないので復習しながらやりますけども、SD カットからうまく、この Z と Y の値を決めます。ってことをしますで。それを今から説明しますで。何かっていうと、ここに書いてあることを読みますけども、次のようにして作られる Y というベクトルと Z というベクトルは、この相対問題の強化になります。 どうやって作るか。まず、任意の ST カットを持ってきます。それ、まあ、ラージ S とします。で、ST カットは忘れてるかもしれませんけど、それは何だったかっていうと、頂点部分集合で S を要素として持っていて、T を要素として持っていないもの。これが ST カットです。そんだけ。で、まあ、こういう今、例を作ると。で、今、この緑で囲っている部分。これが今、ST カットの一つと例です。S を要素として持っていて、T を要素として持っていないと。で、ここから、この Y という、 ものと、z というものを作りますと。y っていう方は、何だったかっていうと、成分が、えっと、頂点に対応するものでした。で、a の方は、あ、だ、z の方は、個、a が、えっと、成分、それ字に対応するものだった。え、ど、どうするかっていうと、頂点 v、頂点 v に対する yv の値は、s に入、v が s に入っていれば1。そうじゃなかったら0にする。っていうふうにします。今、この右、えっと、左上の例では、どこに 書いてるかっていうと、紫色が見えれば紫色なんですけども、各頂点の上に書いてある数値が、今その頂点における Y の値を表しています。で、Z の方、この上の値、ZA は、その S っていう ST カットから出ている子であれば A が1として、そうじゃなければ0とする。今ここに ST カットがあるんですけども、そこから出ていってる子が今、 三つあります。その上の値、この四角で書かれている紫。それは今、ZA を表せと思ってください。で、それは、このカットから出ている子に対しては1。で、それ以外は全部0。としましょうと。で、こうするとこれは、この相対問題の境界になります。ってことを今から言ってきます。まずこの作り方いいですかいいですかで、まず重要なのは一個あってな、何かっていうと、この、この元々の、 この、えっと、相対問題においては、ys は1、yt は0っていうふうに言ってました。で、これは、この作り方において満たさ,されます。なんでかっていうと、この large s っていうのが st カットなので、small s は含,、ま、含んでいて、small t は含んでいないからです。で、この作り方から、えっと、ys は必ず1になって、yt は必ず0になるということが言えるわけです。いいですか。だから、この作り方によって、この2番目の,この等式が必ず満たさ,されるってことはわかります。で、また、 ZA の値は0か1なので、これは皮膚です。だからこの最後の皮膚制約も必ず満たされます。だから後を確認しなくちゃいけないのは、この作り方によって、この一番初めの等式制約、あ、不等式制約、す、え、べ、っと、ての子 UV に対して ZUV と YU-YV を比べるとどうなるかってことだけを考えることになります。いいですか。で、それがすべての子に対して成り立っていれば OK となるわけです。で、それは4パターンを全部調べれば済みます。 どういう4パターンかっていうと、今 U と V があって、その間を結ぶ子があると。で、えっと U と V がラージ S に含まれるか含まれないかって形で4通りの場合分けがあります。で、両方とも含まれてなければ、YU、YV は0。で、Z、UV は0になるので、この場合この不等式に出されると。って形の4通り全部やりますと。でそうすると、4通りどの場合においてもこの不等式が見出されるということがわかります。 ちょっともう、えっと、微妙なところでやってみるこれやりましょうかね。これが多分一番重要なんで、やってみると、えっと、u が、えっと、カットに含まれていて、v が含まれない場合、この時には、えっと、yu が1で、yv が0になります。で、u から v に向かっている子っていうのは、large s が出ていってる子になっているので、この zuv は1になるわけです。先ほどの方から。で、そうすると、この式において、えっと、左辺が1。で、右辺が1マイナス0。 1> で、1になると。いう形になるわけです。ということで、満たされると。<laughs> この場合も。ですね。で、今はまあまあ、これは、今は、これは図しか書いてないんですけども、まあ、この図に書いてあることをちゃんと、あの、文章にすれば、証明になります。ので、まあ、これによって、今言った、この ST カットから相対問題の解というか、その Y と Z を定めると、それがちゃんと、この相対問題の評価になると分かると。 ということになります。これは、どの ST カットを持ってきても作れます。ですかね。で、この回は、えっと、このように作った Y と Z は、この相対問題の評価なんですけども、もう一つ重要な性質があって、何かっていうと、この目的関数を見ます。目的関数を見ると、この ZA が1になるのは、この A が、このカットから出ていってる子になってる場合だけです。ってことなので、この、えっと、UAZA の和っていうのは、 カットから出ていっている、ST カットが出ている個 A の上の容量の和です。で、これは前々回思い出すと S の容量と呼んでいたものだったということになります。だから ST カットを1個持ってきたら、そこからこの、えー、っと、相追問題の境界が作れるんですけども、その相追問題の境界の目的関数値は、その ST カットの容量になります。 これは割と重要で、この後の話につながるんですけども、まあ一応、まずこれはちょっとここの部分で押さえておく事実になります。ここまでいいですかということで、この相追問題の境界が必ず存在するということがわか,かりました。したがって、両者には必ず最適解があるということがわかるということが相追定理から言えます。特に最大的で存在することになります。これでようやく初回からの懸念であった、この存在性が、 言えたと、いうことになるわけです。ありがたいというとですね。ここまでいいでしょうか。で、そうするとこれ気になるのは何かっていうと、我々これが最大理論で解きたいと、解きたいと言ってるんだけども、この相通問題が突然出てきてわけのわかんない問題、これ何なんでしょうというのは気になる。っていうのが次の話になって、ただあと15分しかないので、えっ、ー、と、えっ、ー、と、初めの部分だけやって、ちょっと細かい話は次回に持ち込ことにします。はい。で、その話は次に続きます。 で、何かっていうと、じゃ今言ったことです。この問題。これは何を求めてるんでしょう。で、ネタバレ。もうどうせ、あの今日は証明しないから、先に、えっ、ー、と、答えを切っとくと、容領が最小の SD カットを求めてます。ってことを今から証明します。で、エやアやいシは何かっていうと、最小カット、SD カットっていうのは、頂点の部分子集合なわけです。だからなんかその、 頂点の分子を選択してますっていうのはそういう問題なわけですよ。でも、この相対問題の形を見ても、そういうふうに全く見えない。で、もしだからその最適化に対して、ちょっとあの、馴染みがある人向けに言うと、これなかその理算的なものを求めようって思う数理計画問題っていうのは、整数計画問題なんですよ。選択をする。0か1かってそういう問題。でもそういうフレーバーは、ここに、その相対問題に全くないんですよ。 だけども、この送追問題が、この容量最小の SD カットを求めてる問題になってるんだってことを説明したかったんですね。でも時間がないので、これは、えっと、次回にやることにしますけども、まず、えっと、何を次回証明したのかってことはまず言います。えっと、今ここに送追問題の最適解を1個,1個持ってきてます。これはちょっと頑張って作ったんですけども。うん、で、これは、えっと、この、えっと、頂点の上についているのがこの Y です。 で、この上についているのが、えー、っと、Z、なっていると思ってください。で、こんな感じになっている。で、えー、っと、S についている、えー、っと、Y の値が1で、G についている、えー、っと、Y の値が0になっているというので、まあ、ここの制約も満たしている形になっています。で、まあ、G と見てもらうと、この制約は全部満たしていて、なおかつ、まあ、最適解であることはちょっとこの、えー、っと、例を見てもわかんないんだけども、まあ、それは信じてもらうというふうにします。で、何をするかっていうと、この、 えっと、個の上についているこの z の値。これを、この個の長さだと思います。見なしますで。長さだと見なして、この s という頂点から、その個の長さに従って、えっと、頂点を順番に選んでいきます。順番っていう言い方変なんだけども、頂点を選んでいきます。何を言ってるかっていうと、今から、この l っていう値を0から1まで増やしていきます。で、何をするかっていうと、l が、 この値、あ、書けなかった。L がこの値の時に、頂点 S から長さ L、距離 L で届く範囲はどこですかってことを聞く。ってことをします。何を言ってるんでしょう。<laughs> まずですね、まあ、L は0からスタートします。L が0だと、S から距離0で届くところは S だけになるわけです。で例えば距離をじゃあ1 8分の1ま増やしましょうと。そうすると、 この S から届く範囲っていうのがここまで増えます。この、この長さが1 8分の1だから。じゃあ、えっと次、じゃあ2 8分の2まで増やしましょうとします。8分の2は4分の1なんです。どうぞ、ここまでいきます。で、こんな感じでその L をどんどんこうふこれ増やしていきます。で、増やしていくと、この S から到達できる範囲がどんどんこう増えていきます。次、じゃあ8分の3だとここまでいくと。で、8分の4だとここまでいく。こんな感じになります。で、次8、8分の5、8分の6までいくとここまでいくと。こんな感じ。で、次8、8分の7でここまでいくと。 で、1枚と、こう全部カバーすると。こんな感じになるわけです。で、こんな感じで、今、なんか、えっ、ー、と、図はそうでなかったんだけども、この L を、ちょっとま、連動的にこう増やしていくと、だん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 、この S からトロック範囲が増えていく。で、増えていき方は、理算的です。L は連動的に増やしているんだけども、あるとき突然、なんかこの頂点が含まれていったりするという形になるわけです。で、そうすると、この L を0から1まで増やしていくときに、なんかこの頂点の部分集合が得られるわけです。で、得られた部分集合全部書きます。 最後だけは書かなかったんだけども、で、このプロセスで得られてるのは何かっていうと、えっと、え、実は、えっと、先ほどの例。この例においては、S から T に向かっていくときの距離が1になってます。なので、この L を1の手前までしか増やさないとすると、そこで得られている集合っていうのは、S は含むけど T は含まない集合になります。で、これ先ほど言ったこれ ST カットになってます。 で、今のプロセスに従っていくと、ちょうど、えっと、この7個の ST カットが、今のプロセスで得られます。で、この ST カットが定まると、その ST カットの容量は決まります。容量っていうのはその ST カットが出ていくこの容量の和でした。で、それを見ると、これはちょっと青で書いてるんですけども、ここの容量5。この容量5。この容量も5。この容量も5。この容量も5。これ全部容量これ5になってます。で、実は、 もともと Y と Z っていうのが最適解としてあったとする。相対問題の最適解としてあったとする。と、このようにして得られる ST カットの容量は実は最適値に一致します。何を言ってるか。で、さっき知ってる、あの言ったように、う ST カットから相対問題の境界が作れます。で、その境界の目的関数値はその ST カットの容量でした。つまり、 この ST カットから作られたそういう許容会は、装置問題の最適解になっている。ということが言える。という仕組みがあります。だから何を言ってるかっていうと、なんかわかんないけども、送通問題を解いたら最適解が得られた。こんな形で。で今のプロセスやると。でそうすると ST カットがたくさん得られるんだけども、どの ST カットを持ってきてもそれは、この装置問題の最適解です。 あら、これはすごいんですけども、実は。これは実はすごいんですけども、それを次回ちょっと、じゃ証明します。つまり、何を言いたいたかというと、相対問題の最適解があったら、そこから別の最適解が作れて、それが ST カットに対応する。でしかも、その目的感数値が、その ST カットの容量,量になる。とになります。で、 重要だったのは、任意の ST カットから、そのような相対問題の教科が作れたので、そのようにその、その、相対問題の最適解から作られた ST カットは、この相対問題の最適,最適解になります。し、それは、両量最小の ST カットになっているということがわかるわけです。いいですか。まあと、えっ、ー、と、次回、それはやるんですけども、だから、次回証明するのは何かっていうと、このようなプロセスで得られた ST カットがどれも、 最小容量の SD カットになるってことを言いたいんですけども、実はそれは、ちょっと、そこまで証明する必要はないので、次回やるのは、こういうふうにして得られたプロセストのどれが一つは、最小容量の SD カットなんてことを言います。で実はそこから、このどれもが最小容量の SD カットなんか言えるんだけども、まあ、そこまではやらないで、この中のどれが一つは、どれが一つは最小容量の SD カットになるってことを言います。それを次回やります。 で、あちょっとそれは認めてもらったとして、その証明あるんだけども、それはちょっと飛ばして、それを認めると、これですね。えっと、我々知ってるのは、元の問題、主問題と相対問題には境界があるから、どちらにも最適解はあります。で、最適値は何になるかっていうと、えっと、左の方、では、それは ST 流のあたりの最大ってことを、といったことを信じれば、ST カット流の最小値です。 で我々は競争追定理を知っているので、この二つが一致することも知っています。つまり、ある ST 流 F とある ST カット Large S に対して、その F の値と Large、えっと、S の容量が等しいってことが必ず成立するってことがわかります。でこれは、えっと、この最大流問題において最大流最小カット定理と呼ばれているものです。で非常に重要な定理として言われているんだけども、これは、まあ、次回証明することを証明して、 あと、競争追定理を使うことで言えるということになるわけです。だから実際は、えっと、増加動法でアルゴリズムを動かしていって、停止すれば、えっと、どういうふうになってるかというと、停止すると、この状況は生まれてます。だからその時には ST 流も得られているし、えっと、ST カットも得られています。で、その二つの、 値と容量は等しいという形になっていて、それが、えっと、この線形計画問題の言葉で言うと、主問題の最適解と相通問題の最適解を与えているという形になります。だから別に言い方すると、増加動法は、この2つの、えっと、最適化問題を同時に解いていることをやろうとしている。だけども、まあ、場合によっては収束しなかったり、停止しなかったりするんで、まあ、困るんだけども、 えっと、まあ、それをまずやってるんだって気持ちを持ってほしいというのが一つです。で、次回はどうするかっていうと、あまずま,まとめ。えっと、まず、えっと、最大流問題は線形計画問題です。かけますというのは今日の前半の話でした。で、相対問題がそこから出てくるんだけど、それは実は今証明しなかったことがあるんだけども、それを証明すると最小量量の ST カットにつける問題であるということが言えます。で、そうすると、今日相追定理から最後の最大流最小カット定理に導かれるという流れになっていると。と ということを思ってほしいというのが今日のまとめです。まあ、あの、証明を次回にも越している部分があるので、それは次回やるというふうにしますが、一つ注意があって、えっと、今この最大流最小カット定理っていうのは最終的に導かれるって言ったんだけども、これはその証明に競争追定理を使ってました。で、まあ、前回競争追定理はこの授業では証明しないっていうふうに言ったので、この授業の内容だけで、この最大流最小カット定理の証明が全て完結しているわけではないっていうのが一つ、ちょっと、 心残りというか、残念なところではあるわけです。だけども、まあ、その線形計画法の観点から、この最大流最小カット定理が導かれるっていうことは一つポイントとして押さえてください。で、次回何やるかっていうと、次回は実は、今言った最小、最大流最小カット定理を増加同法を使って証明します。だから前々回、増加同法は収束しない場合があるとか、停止しない場合があるっていうふうに言ったんだけども、停止すれば、その時には、この等式に入れるわけです。 だから、増加同法を工夫して必ず停止するようにします。それが次回の話題です。で、そうすると、増加同法から最大流最小カット定理が導けます。で、そうすると、最大流最小カット定理の証明も、この授業の中で全部完結します。ありがとうと。<laughs> で、実際、そのような工夫を与えます。で、そうすると、停止するので、停止するということが分かったら、その次に、えー、っと気になるのは計算量です。どれぐらいの速さで止まるのか。ってことまで次回は、 やっていきたいと思っています。ただ、今回残っている部分があるので、それとの兼ね合いで、どこまでまた次回も行けるかどうかわかりませんけども、まあ、とりあえず、次回は、この相対問題が ST カットの容量の対象値を計算しているんだって話を今の流れで証明します。こうご期待と思いうことになります。はい。じゃあ今日はこれで、えっと、授業を終わりにしまして、残った時間、えっと、Google Classroom の方に行ってもらうと、えっと、フォームがありますので、今日のコメントを出して終わりにします。はい。じゃあ今日はありがとうございました。